ヘンリク・ビエニアフスキーのバイオリン競争曲第1番へ、短調は1853年10月27日にライプツヒで初演された。奏夫はプロイセン国王フリードリ・ヒビル・ヘルム4世に検定されている。演奏時間は約22分ほどである。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、 言語部以下の三学章からなる。アレグロモデラートアレグロモデラート、祈りラルゲットプリギエラ、ラルゲット、ロンドアレグロジョコーゾロンド、アレグロジョコーソ対象的な2主題からなっている。普天リズムの第1主題は、はじめのうちはためらいがちであり、チェロに始まる、ロチョウチョウの第2主題は、音域の広さと情感の豊かさが特徴的である。バイオリン独奏の驚異的な超絶技巧は、 これらの主題に装飾音を施してゆき、家電茶においては、重音奏法やハーモニクスを駆使している。は、イチョウチョウによる短い叙情的な間奏曲である。木管楽器とホルンが主役を張っている。そのまますぐにロンドへと繋がってゆく。修学賞は、はつらつとした、軽快な楽曲で、対比的なロ長調のエピソードがある。本作は、第二楽章と、 第三楽章が弱いために演奏会で演奏されることは滅多にない。この作品については、濃密で技術的要求の高い第一楽章と、透明だが入弱な皇族楽章との間で釣り合いが取れていないとする意見が多い。ありがとうございます。